安藤勝彦議員の丸一、町の公共施設、スポーツ文化施設の運営と整備について、丸二、ふるさと納税のさらなる取り組みについての質問を同時に許します。6番、安藤勝彦議員。皆さんこんにちは。早速、質問に入らせていただきます。町の今回私は大きく2つのテーマを掲げました。1点目の町の公共施設、過去スポーツ文化施設の運営と整備について、公共施設は経済成長と人口増加を背景として1970年頃から増加を続けてきました。しかし高齢化社会の到来とそれに伴い大きな経済成長が見込まれなく、現状ではこれらの老朽化した公共施設を現在の姿のままで維持し続けることは今後の町にとって大きな負担となり、真に必要となる行政サービスにまで悪影響を及ぼしかねません。また古い時代に建設された施設はこれからの高齢化社会やバリアフリーに対応できていない施設も多く見られるようで、今後を考えた運営と整備が必要と考え、以下の質問をいたします。1、老朽化した公共施設の再配置計画作成に向けてどのように取り組むのかお伺いいたします。大きな2つ目としまして、ふるさと納税のさらなる取り組みについてお伺いいたします。ふるさと納税は都道府県市区町村に対して寄付をすると、寄付金のうち2000円を超える部分について、一定の上限まで原則として所得税、個人住民税から税額が控除される制度であります。自分の生まれた故郷や応援したい自治体など、どの自治体に対する寄付でも対象となることがポイントです。平成27年度税制改正大綱によれば、特例控除額の上限が個人住民税所得割額の1割から2割に拡充され、給与所得者の確定申告を省略する制度、いわゆるふるさと納税ワンストップ特例制度が創設されました。このことにより今年度からはふるさと納税を利用する際の手続き上のハードルも下がり、利用者および寄付金額が増加することが予想されます。今こそ自主財源確保のためにもふるさと納税募集にさらなる努力をすべきだと考え、以下の質問をいたします。1、ふるさと納税の実績と現状はどのようになっているのかお伺いいたします。2つ目に、ふるさと納税増収のため、地域経済活性化のためさらなる取り組みができないかお伺いいたします。以上、よろしくお願いいたします。吉田町長。それでは安藤議員のご質問にお答えをさせていただきます。1番目、1点目の老朽化した公共施設の再配置計画作成についてというご質問でございます。過去に建設されました公共施設がですね、これから大量にですね、更新時期を迎えるということがあります。その一方でですね、その一方で今後の地方公共団体の財政状況というのは一層厳しく、また人口減少や少子高齢化による公共施設に対する利用需要が変化していくと、そういったことが見込まれる中ですね、国は地方に対しまして公共施設を中長期的にマネージしていく公共施設等総合管理計画との策定をですね、実は地方の方に求めておるわけでございます。その目的には長期的視点による老朽化対策、適切な維持管理修繕コストの縮減、平準化とともに議員ご指摘の更新・統廃合
といった再配置の観点も含まれておるわけであります。ちょうどいたしましては、国が示しております平成28年度の期限までに、総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針を策定し、道路、橋梁などのインフラや庁舎、学校、スポーツ、文化施設等についての各所管が作成する個別計画を取りまとめなどを行いまして、必要に応じ、施設の整備、配置、再配置等についても検討してまいりたいというふうに考えております。2番目、1点目のふるさと納税の実績と現状についてのご質問でございます。ふるさと納税の3年間の実績を申し上げますと、平成24年度が3件の17万円、25年度が3件の14万円、26年度が8件の24万円となっております。また平成26年度からでございますけれども、寄付でいただいた方に対しまして、みかんやいちじくジャムなど、お気持ち程度の謝礼を、しらを送っておるところでございます。次に2点目の、ふるさと納税増収のため、地域経済活性のためのさらなる取り組みというお質問でございます。議員ご指摘のとおり、平成27年度から、控除限度額の上限の拡充、および申告手続きの簡素化がなされております。またそれと同時に、返礼品、送付への対応につきましては、旧家庭に対して返礼割合の高い返礼品は行わないようにと、国からの通知で示されているところでございます。現在、本庁では、あくまでも寄付ということを前提に、他市町村のような際立った取り組みは行ってきておりません。なお、寄付者への謝礼につきましては、先ほども答弁をしましたように、昨年度からこちらの方で品物を選んでお気持ちをお返しするという視点で対応している状況でございます。今後の取り組みといたしましては、若干件数的に増加傾向でございます。寄付の申し込みをいただいたときに、寄付者がですね、希望の品を選択できる地元の特産品を載せたパンフレットなどを作成いたしまして、振込用紙などと一緒に寄付をいただいた方へお送りするなど、取り組みのさらなる充実を図っていきたいと考えております。以上でございます。安藤議員。はい、ありがとうございます。それでは、まず順を追ってですね、一つ目の、公共施設の、運営と整備についての方から再質問に入らせていただきます。ここで、老朽化した公共施設の私は再配置計画ということをお伺いしたんですけれども、答弁の中では、総合管理計画という、文言が出てきました。この総合管理計画につきましては、同僚議員と申し上げていいのか、先の 議会の時にですね、からこの総合管理計画についての質問がありまして、対応していきたいと、いかなければいけないと。いうふうに答弁があってたと思います。でまずちょっと確認なんですけれども、その時の答弁の中でですね、平成26年度までに国から作成をするように言われているというふうな答弁が私議事録が確認してあったんですけれども、今回は平成28年度というふうな答弁になっておりますけれども、その相違違いですね、これについてご説明いただけますでしょうか。あと企画振興部長、総合管理計画につきましては、昨年ですね、2度ほど一般質問を受けたところでございます。その中で26年度という、ことが出てまいりましたけれども、これにつきましては昨年、総務省の方からそういった計画を作るようにという要請があったということでございます。その中で、2016年、平成28年までに、できるだけ、作りなさいというようなことがあったということで、先ほどの答弁にありましたのはその期限ということで28年ということを申し上げました。以上です。安藤議員。はい、わかりました。それでは、実際この総合管理計画に向けて町はどのような今動きを行っているのか、そこのところをお伺いいたします。松尾企画振興部長。先ほど言いましたように、平成28年度までに、総務省の方から作りなさいという要請が来ておりまして、現在、策定に向けて準備を進めているというところでございますけれども、一つはですね、その施設をこれからどうしていくかということにつきましては、まず基本となりますのが、今後の
の人口の推移というところが一番の基礎ということになってまいりますので、先日来話をしております人口ビジョンでございますけれども、まずこれによって本庁の人口がどう動いていくのか、また年齢層がどうなっていくのか、そういったところを、今年度においてはその人口ビジョンの策定を行いたいと、それをもちまして来年度計画の策定を行っていきたいと考えております。以上です。安藤議員。そうですね、国からもそのいわゆる人口に関するビジョンをちゃんと示した上での作成を求められておりますので、当然必要な、特にその1年とかでできるものではないと思うんですよね。ですので、遅れることのないように、進めていただきたいんですけれども、この総合管理計画の中には先ほどいわゆるインフラ関係もすべて含まれているということで、道路とか橋梁とか、上下水道関係も含まれたものであります。で、私今回通告していたのはいわゆる町の公共施設ですね、いわゆる箱物について、ちょっと絞ってお伺いしていきたいんですけれども、この総合管理計画を作成する上で、作成するのは当然、町がつるんでしょうけども、ここに住民の声を反映させることができるのかということですね。作成が例えばコンサルかなんかがされるとなればなかなか難しいのではないかと思います。というのは、私がも示している公共施設の再配置計画、これは、大きな市町村では作っているところもあります。全国的にインターネット等で調べてもホームページ等でかなりの市町村で公開されているんですが、必ずここには住民の声を入れていってるんですよね。で、なぜかというと、先ほど前段の話の中でもしたんですけれども、いわゆる古い時代に建設されたものをこれから、拡充するということはもう今の財政では不可能なわけで、ですので何らかしら住民負担を強いて、住民に負担をしていただいて、そしてみんなが使いやすいこれからの公共施設を作っていかなければいけないというスタンスだと思うんですよね。ですのでとなりますと当然、いわゆるこういったことに対しましては、全体では賛成だけども個別には反対っていう声が必ず出てくると思うんですね。今回の図書館の件もそうだったと思います。図書館の建て替えには賛成なんだけども、場所についてはやはり地元の方、地域の方、ここの声が、大きく上がってくるというふうなことだと思いますので、まず、この総合管理計画の中に住民の声どのように反映されるのか、反映されないのか、そこをよろしくお願いします。久保平企画課長。はい、公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針というのが平成26年の4月22日付で総務省から出されております。それにはですね、こと細かくですね、どういった観点で、どういった手順で策定を進めるのかということが示されております。その中に議会や住民との情報共有等という項目がございまして、読ませていただきます。個別施設の老朽化対策等を行う事業実施段階においてのみならず、総合管理計画の策定段階においても議会や住民への十分な情報提供等を行いつつ策定することが望ましいものであることと、はっきり明言されております。以上です。安藤議員。はい、その最後は望ましいこととなっているんですよね。ですので、ここで私があえて分かっててお聞きしているんですけれども、当然きちっとした形で情報公開を行いながら、あるいは住民の声を吸い上げながら、当然議会も住民の代表なんですけれども、そこのところをしっかりと念を押しておきたいと思います。総合計画管理計画を作成した後にまた再配計画というふうなことになるかもしれません。まだよく分かりませんけれども、当然これからですね、老朽化してくる公共施設、当然扶助費の増大とともに全てを現状のまま維持していくのは不可能だと思いますので、しっかりとした町の対応をこれから望みたいと思います。それではですね、ちょっと個別にですね、公共施設についてちょっとお尋ねしていきたいんですけれども、
まず今建設の、まあ、町長が建設用地を決定されました図書館についてですけれども、現在のところと、まあ、基本構想とかパブリックコメントというのは我々も、存じ上げておるんですけれども、その今後の予定というのを少しお伺いできますでしょうか。鈴木副所長。あ、副、はい、まあ、今後の予定ということでございますけれども、基本構想の中にも明示しておりますけれども、多額の経費がかかる事業でございます。どうしても今箱物につきましては補助制度というのがかなり厳しいものがございます。で、今現在都市整備課が所管しております事業の中で、適正化立地計画等々ございます。それの今計画の策定に向けて今準備をしているという段階でございます。何分にも経費的に見るとかなりかかります。それと今言った計画の方が一番補助率が今ある中では一番いいなと。また用地についても補助があるということで、今それについて検討等々とも協議をしながら、計画の作成に向けて今準備をしているところでございます。ですからこれが確定してから具体的に進んでいかざるを得ないのかなという思いでおります。安藤議員。はい、分かりました。それでは、もう一つ図書館についてですけれども、すみません、これは基本構想の中でもあったんですけれども、中に建設スケジュールというの項目があるんですけれども、この中に初年度することとして、国保事業採択の計画立案、今ご説明があったので、いいかなと思うんですけれども、新図書館建設準備室の設置という項目がございます。これについては現在どのように進むのか、あるいは今後どのように進んでいくのか、お伺いいたします。鈴木副町長。今先ほど答弁しましたように、補助の採択要件かなりハードルが高いものがございます。で、そこが具体化した段階で準備室等々については設置をしようかなというのが、準備室等々を作って、もう具体的にこれをこうしてというようなことでやっていった場合に、事業費がどれくらいに膨れ上がるのか、そのうちどれくらい補助の採択ができるのかということで、手戻りになってもいけませんので、一定補助の見込みが立った段階で、それに準備室等々の設置には着手していきたいなと思っております。安藤議員。目安としていつぐらいになりそうでしょうか。副町長。町の財政計画等々もありますので、今の段階でいつっていう明言は控えさせていただきたいと思います。安藤議員。しつこいようですけど、じゃあ今年度はもう無理と、難しいという感じでいいでしょうか。年度でもいいです、今年度、来年度でいいと思うんですよね、回答としては。いただけますか。鈴木副町長。準備室の設置についてですか。準備室の設置につきましては、今年度はまず今、計画をまず作り上げなければいけませんので、それができた後ということになりますので、それとあと、町の財政的な面も考えますと、今年度というのはまず無理ではなかろうかと思います。安藤議員。財政的なことっておっしゃいますけれども、もうそれは最初から分かってたことですよね。財政が好転するということは、そこまでないわけですよね。でも、いわゆるこういった形で、これ、確か出されたのが27年3月ですかね、基本構想。もう早速、何ヶ月も経たないうちに、初年度の計画から少しずれ込むということで、もう少しですね、スピード感を持って、当然分かります、財政が厳しいのは分かります。ただ、もういきなり、こう、3ヶ月も経たないうちに、もういきなり無理なのかなって。というと、予定でこの予定では6年目には開館というふうになってますけれども、もうそこすら疑わざるを得なくなります。町民はすごく、今まで図書館を、我慢していただき、楽しみにもしているわけですよね。ですので、ぜひともですね、スピード感を持って、よろしくお願いしたいと思います。では、次にですね、まず個別の施設についてお伺いしていきますけれども、
天満宮公園グラウンドについてちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、まあ、天満宮公園とグラウンドといいますと町民の方からですね、まあ、住宅地の中にあるということで広く利用されている場所なんですけれども、ここの整備状況ですね、普段どんな整備をされているのか、まあ、あの 樹木とか、草の刈り払いとは分かるんですけれども、近年ここの公園グラウンドをどのような整備をされたのか、ちょっとお伺いいたします。山口スポーツ振興課長。天満宮公園につきましては、まあ、あのバックレットを備えたソフトボール等ができる施設になっているわけですけれども、多分議員がおっしゃっておられることは、表土ですね、あれが雨とかでかなり流出してちょっと小石が出てちょっと危ないところもあるということで伺っております。ところがあのちょっとあそこがあのご存知のように、階段で登っていって、まあ、管理道路も狭い道路があるんですけれども、なかなかそこに乗り入れる大きなダンプが乗り入れられないということで、先日そういう要望もございましてですね、あの主要なところですね、例えばバッターボックスとか内野のあたりとかについては、表土をですねいくらか補充をしたところでございます。安藤議員。はい、そうですね、まあそれもあったんですけれども、まあ確かにあそこはたくさんいろんなスポーツでラグビーもサッカーもされているようなんですけれども、表土がもうめくれて石が出ていると、まあ、危険じゃないか、あるいはもう一つですね、あの B コート奥側ですねの一塁側の奥はもう雨が降るととてもとても雨上がりにはもう何ていうんですかね、昨日も私ちょうど雨上がりで議会終わって夕方天気が良い状態で見に行ったんですけども、もういわゆる側溝が機能していないという状況でした。まああそこは横に草あの上から落ち葉とかあって、詰まるのか、あるいは表土が流れていって溜まっているのかですけれども、まあ私もあそこの天満宮グラウンドを使わせていただくんですけれども、利用者の方からもとにかく雨が降った翌日でもあそこにボールが行くと大変かとよという話をお伺いします。なんとかならないでしょうか。山口スポーツ振興課長。確かにですね、あそこの、天満宮公園自体が昭和51年に許容開始をした古い施設でございます。で、まあ、10年20年前私たちも使ってたんですが、確かにあちらの方は霧戸で、水がこう出てきてもう随分前から確かに水はけがあまり良くないということですが、周りの側溝についてはですねちょっと、よく見まして泥上げ等をしてですね、できる限り排水がスムーズに行えるようには、対処していきたいと考えております。安藤議員。はい、もう一点天満宮公園ですけれども、これは、まあ、前期の議員もよくおっしゃってたんですけれども、トイレですね、推薦ではあるんですけれども、もうとてもとても入りたくない感じのトイレだと思います。まあ、この件はですね、もう所管も分かってらっしゃると思うんでですね、なんとかですね、いわゆる利用者に気持ちよく使っていただく、で当然バリアフリーにもあそこは全く対応されておりませんので、そこのところは今後ですねいろいろと検討していただきたいと思います。その次にですね、もう一つですけれども、まあ、長与今度体育館に移りますけれども、長与町の体育館ですね、まあ、立派な体育館で、あそこの体育施設はですね広く多くの方から利用されていると思います。土日、休日、平日でも、たくさんの利用者がいらっしゃいます。であそこの体育館は、まあ、大きな大会も開けるようになっております。で、実はですね昨年度の末に、長与で、バスケットボールの、小学校のバスケットボールの大会がありました。あそこは結局大人のバスケットボールは2面取れるんですけれども、子どものバスケットボールを取ろうとするといわゆるリングが可動式、上下可動式でないために、いわゆる
移動式のバスケットゴールが1対ありますので、そのバスケットゴール1対を持っていって1面しか小学生の大会で取れないんですよね。あんなに立派な、バスケットボールの体育館がありながら、いわゆる大きな小学生の大会、軍の大会とかをするときに1面しか取れないという状況になっています。そこのところのですね、改善、せっかく立派な体育館があるのに、結局長屋小学校の体育館の方が面数は取れるわけですよね。そこのところの改善、これはですね、バスケットボール協会からとかいろんな方から要望があっていると思うんですけれども、今後ちょっとどのように対応ができないものかお伺いいたします。山口スポーツ振興課長。はよく理解をいたしております。リングが2コート分4つ観覧席の何て言いますかね、コンクリートのところにアンカーを打って取り付けてあって、まあ、可動式になって畳めたり伸ばしたりできるようになっております。ところがあれが、他の施設のバスケットボールとするとなんかちょっとアームが長いということで、ちょっと強度的に懸念があるというようなことも話を聞いております。ただ他の学校の施設の体育館では上下に稼働する機能がついているリングもございます。でまた先ほど言われました可動式の倉庫にしまってそういう時に使う可動式のゴールなんですけれども、あれもですねかなり高価で、1000万前後一対でですねすると言われておりますので、まあ、一つは購入してますから、あれも、無駄がないように使いたいというのがあります。そう考えると2コートあるうちの1コートでもですね、まあ、技術的に OK であればその可動式にというようなことも今考えているところではございます。安藤議員。はい、ありがとうございます。そう1000万万するのは分かってるんですけども、そんなに効果じゃないものもあるわけですよね。数十万で買えるものもあるし、ある方が言うにはもう私たちで買って寄付しようかって、それは置いてくれるならっていう話もございました。まあそこのところですね、総合計画の中にこういった項目がありまして、率先してすることということで、各種スポーツ施設及び管理運営体制の充実を図り、既存施設の有効利用を図りますと。まさに既存施設の有効利用だと思うんですよね。まあ今の答弁いただきましたので、今後の検討をよろしくお願いします。それと、まあ、同じように総合計画の中に学校内のバリアフリー化というのがございます。先日、長屋町内の運動会が行われました小学校のですね、車椅子の方が来られたときに、いわゆるトイレに行っても、いわゆる用を足しにくいという話がありました。で、これは学校の先生等からも聞くんですけど、まあ、学校のトイレというのは、なかなかこうそういったのに今、対応してない施設が多いということだと思います。そこの点ですね、今後、いわゆる体育館等もそうですね、学校の体育館、いわゆるスポーツ施設としてお借りした場合、学校の体育館の中には、いわゆる障害者用のトイレ、あるいは多目的トイレとか、いわゆるもう今で言えば和式便座しかないところすらございます。そういったことの対応をですね、今後、当然教育委員会としても考えていかないといけないと思うんですけれども、答弁いただけますでしょうか。青田教育総務課長。現在、小中学校での、バリアフリーということなんですけれども、洋式トイレの方は、学校内には設置をしております。あと体育館の方につきましては、長与小体育館、あと、高田中の体育館の方に、障害者用トイレというのを設置しております。残りの6校についてはありませんけれども、今後予算等を検討しながら、計画していきたいと思います。安藤議員。はい、ぜひちょっと予算措置の方をですね、お願いできればと思います。もう教育委員会だけでは多分どうしようもないことですので。それでは、この件につきましては、以上にして、次にですね、ふるさと納税につきまして、進めさせていただきたいと思います。実はこのふるさと、実はというかふるさと納税、私3回目の質問、もうしつこいなと多分思われたと思うんですけれども、なかなか最後、
前向きな回答が得られております。で、まあ、現状からちょっと分析というかですね、お話ししていきたいんですけれども、当初私が一般質問をさせていただいた時、平成24年の4月だったんですけれども、この時は県内で6市町村がいわゆるふるさと納税に対してお礼の品をお返ししておりました。その後平成26年9月に質問した段階では、まあ、ほぼ1年ちょっと1年半後ぐらいですかね、では13市町村に増えました。この時には長与町もふるさと納税のお礼の品を出すということで始めたところであります。そして現在では県内で17市町村が行われております。まあ、特に皆さんの耳に入っている、あるいは新聞等を逃がしているのは、新聞テレビ等を逃がしているのは平戸市の取り組みだと思います。平戸市は、平成25年度には3910万円、これが最初に始めた頃、最初に始めた頃なんですけれども、でも、今年度には、すみません、昨年度は、12億ですかね、14億ですかね、すみません、とりあえずそのぐらいの数字、そのくらいの実績を上げたということで、やはり個人住民税をもうすでに上回っていると、実財源の確保に多大な貢献をしているというふうに伺っております。で、まず一つ目ですけれども、まあ、ふるさと納税のお礼の品をこれから拡充していくという答弁だったと思うんですけれども、まずその答弁で、その理解で間違いないんでしょうか。よろしくお願いします。荒木総務部長。これまでですね、議員さんの方から過去2回ほど質問をいただいております。その時とですね、町としてのスタンスというのはもう大々的にはやらないということで、変わっておりません。ただ今回、議員さんの前回の質問の指摘にありましたように、長与町ではどういった品物を寄付者に対して送るのかとか、そういったのが全然見えない、あるいはホームページを見てもどうもなんかつかみどころがわからないということを、指摘を受けましたものですから、今回はちょっと、先ほど答弁いたしましたように、パンフレット、特産品のパンフレットを作ってお示ししようかなと思っております。安藤議員。はい、ということは私がさっき理解していたようなのとは違うのかなとちょっと思うんですけども、じゃあ、ちょっと細かく聞いていきますね。いわゆるお礼の品というのは今までと変わらないという理解でよろしいでしょうか。荒木総務部長。これまではですね、こちらの方で選んでみかん、あるいは一軸ですかね、そういったものを送ってたんですが、今から長与町の特産品、そういった、いろんなものがありますので、そういったものを、パンフレットを作って、何ですかね、ホームページ等でお知らせできればと思っております。寄付者が選べるようにですね、したいと思っております。吉田町長。今総務部長が言いましたことでありますけれども、基本的にやっぱり長与町の出身者とかですね、長与町を応援したいという人たちがいらっしゃいます。ふるさと納税ありますので、そういった方々のためにですね、我々はもうちょっと充実させてね、分かりやすいことをしなくちゃいけないということと、品数も増やせるを増やしていきたいというふうに思っています。ただですね、このふるさと納税というのは議員ご指摘の通り、プラスサムじゃなくてゼロサムなんですよね。ここが増えたらここの自治体が減るんですよ。で、プラスサムであればどんどん各地域やっていけるでしょうけども、ゼロサムということは取るか取られるかのことなんですよね。やはり我々は本当に純粋な気持ちでこの町を応援したいと、長与町を応援したいという人たちのためにですね、こういったものはやるわけでありましてね、例えばそれがもうカタログ販売とかですね、通販みたいになってしまったらですね、それはちょっと展開としておかしいんじゃないかなと、だそういうようなことは考えておりませんけども、ただ長与町を応援してくれる人たちのために充実していきたいと、そういうことをで理解していただければと思っています。安藤議員。そうですか。ということは、増やすための施策ではないということで理解していいんですかね。ふるさと納税をたくさんいただこう、たくさんしていただこう、まあ、ふるさと納税って言いますけど、いわゆる寄付金ですよね。
をたくさんしていただこうというための今おっしゃった取り組みではないということでよろしいですか。荒木総務部長。はい、次世代源の確保を念頭において取り組んでいこうというものではございません。安藤議員。はい、そうとなればちょっと私も質問の方法が変わってくるんですけれども、じゃあ、これ毎回お聞きしてますけれども、まあ、受けた額というのは先ほどお聞きしたんですけれども、当然町から出ていく額というのがあると思います。取った取られるという、いわゆる町長は言い方をされたんですけれども、いわゆる、これは還付するってなるんですかね。当然町の、長与町の方が他市町村にふるさと納税を納めると、当然個人住民税から還付をしなきゃいけないわけですよね。還付というか、いわゆる減らさなきゃいけないということで、長与町がどのくらい昨年度出しているのか、まあ年度でいくのか年でいくのかちょっとよく分かりませんけど、そこの数字を教えてください。荒木総務部長。はい、26年度で44万362円でございます。安藤議員。まあ毎回言ってるんですけれども、いただく額よりも出る額が多いというのは現状ですよね。でこれから今年度も、いわゆる、控除額が2倍になりますので、当然増えていくというのは予想されると思います。それでもやっぱり長与町はこうしないんですかね。せっかくならたくさん皆さんにいただいて、あるいは、産業振興の面からもこれは有効だと思うんですよね。まあ、当然いただいた額の通常、他の市町村ではだいたい半分程度のお礼の品、半額程度、半額っていうんですかね、金額の半分程度のお礼の品を与えてます。その半分程度のお礼の品というのは、どこの市町村でもいわゆる地元の 産業振興を考えて、地元の特産品であったり、地元の産業であったり、あるいは地元の観光資源であったりっていうふうにしてると思うんですよね。そういったことを考えると、これからどん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 拡充をして、例えば1000万いただければ500万は町の産業振興のために使えるわけですよね。そういった発想の転換、できないでしょうかね。いわゆる気持ちの、なんていうんですかね、前回の議会で私言わせてるきれいごとだと思うんですよね。一番最初は各市町村で、町村会、町村町会で、いわゆるお互いやめましょうって言った。でも実際はやっている自治体ができた。最初は6だった、だん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 増えて、今もう半分以上がしている。その中で平戸市みたいなところもあれば、南市、真原市みたいなところあれば、たくさんいただいているところもある。でも長与町はしませんよ。それでいいんですか。実際にどうでしょう。鈴木副町長。今安藤議員からご指摘がありましたように、以前私も建前論で、ふるさと納税とは本来の目的はこういうことだよということで答弁したかと思います。ただ近隣の状況も私も把握しております。先ほど直接的に、自主財源云々ということだったんですけども、後半でおっしゃったようにですね、町内の地場産業の育成ということでですね、燻製屋さんとかいろいろあります。それと、今度は地方創生で加工所をどうにかしようという考えもあります。そうするとオリーブオイル等々出てきますのでですね、そういうのをこうお礼の品の中に入れて、アンフレットもこれはお礼の品用ではないんですけども、長与のこういろんなスイーツとかパンフレットもあります。これを見るとそれなりに目を引く品物もあるのかなと思いますので、本来の趣旨はあくまでも地域の応援ということでございますけども、先ほど議員がおっしゃったように、指を加えて見ているわけにもいかないかと思います。ですから地場産業の育成につながるような返礼の品物といいますか、そういうリンクしたものをですね、
主に、今後は答弁でもありましたように拡充をしていきたいなと思っております。安藤議員。ちょっとこうどっちを信じていいかわからないような答弁っていうのは理解していただけますでしょうか。拡充をするのかでも目なんて言いますかね、別にその一財確保のためじゃないよっていう答弁もあり、私の中では今どちらなんだろうって、もうこのまま本当はもうやりますと言えば終わってもいいんですけれども、ちょっとまだ終われない状況がございます。それでは、町長にお聞きしますけれども、都議津町の現在の取り組み、町長ですよ、都議津町の現在の取り組みご存知ですか。吉田町長。今どういった程度でやってるかは内容については存じ上げてませんけれども、ただ金額は随分上がっているというふうなことは聞いて伺っております。安藤議員。都議津の吉田町長も最初は同じような答弁だったそうです。寄付金をもらうのに対してお礼の品を送るというのは、そういったお考えだったようです、議会答弁の中ではですね。ただ、昨年の12月に、私もちょっと都議津で調査をしたときに、12月に、都議津、いわゆるトップダウンで町長の方から指示があり、実際に、動き出したのが、12月もう終わりだったようですけれども、それから2ヶ月程度でですね、もういわゆるもう作り上げてしまったんですよね。都議津も当然お礼の品をたくさん準備しています。まだまだ他の市町村に比べたら、充実している市町村に比べたらまだまだでしょうけども、都議津なりに頑張ってたった2、3ヶ月で、回収をして、実績はもう町長が今かなり上がっているということで、2ヶ月間で700万円の実績が上がっているようです。ということは、やる気があればそれだけ本当にこう皆さんから応援してもらえるんですよね。いただくっていうのは、寄付をいただくっていうのは応援してくださるんですから。じゃあもっともっと頑張って寄付をいただければ、財源がない財源がないって言ってるけども、天満宮公園だってもっときれいになるかもしれないじゃないですか。他の施設もきれいになるじゃないですか。いかがですかね、もっとこう目線を変えませんかね。本当に金額目標で、平戸とかも金額の目標を掲げてますよね、大きく。そのために職員の方 もう担当された職員は本当に頑張ってらっしゃいますよ。長与町ももう、ね、若い職員に任せて目標を決めて産業振興のために、で一財確保のために、町民の幸せのためにって頑張れないんでしょうか。もう一回お願いします。吉田町長。このふるさと納税でですね、がいろんな形で、例えば平戸みたいなところもあるでしょう。そういったものでふるさと納税をされた方が、最初は本当に自分の気持ちでね、この町をふるさとである、あるいは自分を応援したいというところでされたと思うんですけども、今は商品だけが一人歩きしているということでですね、その地域に何の関係もない人がただ商品を目当てに買う、それはまさしくもう通販であり、カタログショップなんですよね、そこまでやると。我々はふるさと納税っていうのは、やはり、このふるさとを応援してもらいたいということをですね、やはり基本に置いています。だから、そういった商品合戦であるのはいかがなものかと思っております。そして、我々がエネルギーをかけるところは違うんじゃないかと。もっと街を良くするためにエネルギーをかけ方が違うんじゃないかと。そういうことじゃなくて、やはりそこに住む人たちがいかにしたら住みやすくなるか、例えば子ども子育てではどうなのか、あるいは老人たちはどうなのか、そういったものに勢力をかけていくということをですね、我々はやっぱりやっていけばいいじゃないかと。そしてそういったことをやればやるほど、今度は人を雇わなきゃいけないですね。そういった人件費もかかるでしょう。そしてそういった地方をやっているところはですね、旅館もあったりとか、いろんな商品もあったりとかいうところが多いところじゃないかなというふうにも思います。そして先ほど言いましたように、これはあくまでもプラスサムじゃなくてゼロサムだと、そういうことでですね、あんまりこれを煽ってやっていいものかと私は思います。ただ先ほど言いましたように応援をしてくれる人のところに対してはね、やっぱりこういったものがありますから、その分に対してはきちんとした形の充実した形でですね、お知らせしていきたいというふうに思っています。安藤議員。
言ってること矛盾していると私は思います。もししないならしないって言ってくれたらもっと気持ちいいんですよね。やりますとかやってる、実際やり始めました、まあ、この私のこういった質問したからかもしれません。でもそしてまたこれからいろんな特産品を拡充していきます、でもっていう今の町長の答弁ですよね。どうなんでしょうかね。また町長は何にも関係ない人が品物目当てにっておっしゃるんですけれども、ふるさと納税の、まあ、他の税と違うところはいわゆる多くの市町村で使途を限定できるわけですよね。いわゆる寄付をした方がどういった使途で使ってほしいっていうのを指定することが可能ですので、何の関係もない人かっていうその言い方ですね、いかがでしょうか。私は疑問に思います。そうですね、もう町長がやりたいっていう気持ちがないのなら私はこれ以上ちょっと一般質問を続けても仕方ないと思うんですけれども、1点だけ質問したいんですけれども、まあ、以前もちょっと所管の委員会の中では質問させていただいたんですけれども、これを今が担当が、まあ、総務課になるんでしょうか、あるいは財務課になるんでしょうか、ちょっとよくわからないんですけれども、そこをお伺いします。荒木総務部長。現在ですね、税務課の方で担当をしております。ただ税務課ですけど、これから機構改革と予定しておりますので、今のところは税務課で担当しております。安藤議員。これはですね、私は担当課をですね、やっぱ変えた方がいいんじゃないかなと。いわゆる税務課とかはお金を、まあ、いただく方ですよね。いわゆる税を徴収する側で、ふるさと納税は当然税をいただく側なんですけれども、その反面その、俺の品を出すということは出す側になりますので、産業振興とかっていうことを考えると、やはり、企画部内に、そういったものを置いていただくのがいいのじゃないかと。都議も当然最初は、財務課かとか、そちらの担当で、その後建設部の、産業振興課ですかねに移管をしたとお伺いしておりますので、まあ、これから進めるか進めないかは私はもう町長の後は判断だと思うんですけれども、できたらそういったやり方があるんではないかと思います。あとは、まあ、都議とかですね、私も、視察等で伺わせていただいて、たくさん集め、皆さんはたくさん集めたいという気持ちで取り組んでらっしゃいました。でそんなところではやはりクレジットカード納付ですね、納付をしやすい環境を作る、いわゆる、税の納付をしやすい環境ということで、コンビニ納付が始まりましたけれども、やはり納付をしやすい環境を作るというのが一つ、それといわゆる、ポータルサイトを活用するというのはもう都議がこれはまさに言ってました。契約した途端にドンと寄付をいただいたとですね、です。それともう一つ、長湯にこれは要望なんですけれども、やはりふるさと納税の、いわゆる7番目までメニューがあるんですけれども、この金額がどのように使われたというのがまだホームページ上でははっきりとしません。ですので使途を明確にするということですね。これは平戸なんかはすごいです。もうホームページをご覧になったら分かると思うんですけれども、何にいくら使われましたまではっきりと写真付きで紹介されております。ですので、やはりいただいた寄付金ですね、ただ通販で物を買ったお金ではありません、いただいた寄付金になりますので、しっかりと、そういった使途を明確にするということを、要望したいと思います。ちょっと早いですけれども、以上終わりたいと思います。ありがとうございました。場内の時計で15時20分まで休憩いたします。